やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。あ、ちょっとすいません、ビールもいいですか。何ビール、店員さん。はい、鱗入ってるんですけど。え、鱗が、もう鱗はしゃあないよ。しゃあない。でも鱗はもう取った人に文句がない。一人だよ俺だ。確かに暑い。昨日ものすごい同時のタイミングで、マジでおもろかったね。もうさ、いや違うよ、もうみんな酸欠になってさ、みんな消えた、ぶっ倒れたよ。ぶっ倒れた、マジで。俺気づいたら朝5時になって家着いてたよ。何強くないんだな。これマジびっくりしたよ。盛り上がってふーってなったと思ったら朝5時だった。一切起きてない、そっから。マジか。爆睡だったよ。うん、で爆睡だった。家帰って風呂入ってふーってしたら2時半で撮影遅刻した。めちゃめちゃ寝たな。ちゃんと寝てるよ。いや俺さ、サカキンの激しいで起きるんよ。激しいしてる俺。してんのよ。そうなんや。マジギュイーンってなるのよ。ギュイーン、マジでギュイーンってなるのよ。激しいが。寝てるとき俺ゼロスト3になると思う。なんかね、鳴ってる鳴ってる。マジで。ギリ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 って言ってる。イエーイ。じゃあもうそこまでいったら。それはもう。よし。トットありがとうございます。ちょっと鍋にぶち込むとね、マジでうまいんだよ。ちょっと鍋にぶち込んで、うわっ、やべ、見失った。シャブシャブ、その鶏に変わってるっすよ。これはうまい。鶏に変わってる、鶏に変わってる。よいしょ。結構完成の場所になりますね。はぁ、一応ラガ持ってきたんだけど、無理だ。やんないよ。いや俺も思ったじゃん。やんねえぞ。紙袋受け取った時にさ、ラガ入ってたんよ。どんなつもりと思って。塩と胡椒とラガは絶対いるかなと。ネクスト叩き回っていい？あ、オッケー。あ、それあれだ。欲しい。最近発売したやつ。後ろ見して。あげないよ。は？え？これはさ、もう何のキャラなの？わかんないんだけど。オリキャラ。オリキャラなんだ。え、じゃあ今日だから一個初めから作ったってこと？そう。何、そうなの？なんて言うんですか？名前ない。なんでよ。名前つけちゃうと。俺らがつけよっか。いや、いい。今回つくで。考えない。この回で。さあ、さあ、俺らが呼び始めたらもうつくよ。これね。制御できない。うん。いや、青だけ。青ベースってわけじゃないですよね。こだわり。青ベースなのは青ベース。こだわりは何なの？こだわりは。その。ツインテールだね。ツインテールなんだ。え、リアルでもツインテールが好き。どうなんだろうな。あんまり思ったことない。でも、多分好みとしては、多分ね、髪が長いのが好きなんだと思う。なるほど。だからロングとかも結構好きになることが多いね。はいはいはい。佐藤。なんかやっぱ、じゃあ、笹さんとこういう話珍しいなと思って。何？こういう話珍しいなと思って。あんましないよね。ロングって身長は？大さん、マジ怖いからやめて。大さんは、急に配信そうで。何何？ちょっと奥まで入ってくる可能性があるの怖いわ。ちょっと奥まで入ってくる。どこに向いてるんだよ。え、でも。俺らがさ、ほら、さんのほら、みたいな感じになっちゃうから。そうそうそう。いや、なんかデザインの話とか、アーティックあれなんだっけ、あのキャラ、それこそあれよ、なんか笹さんにあれとか言ったら勘違いするんですが、え、笹さんに女ができたなるかもしれないよ。笹さんのあれ、俺より髪伸びちゃうね。髪の青いとか言って総称みたいになっていいね。まあオリキャラって呼んでるけどね。オリキャラ、ただ愛なさすぎる。愛がなさすぎる。いや、あるんだけどね。あるんだけど、でも実はついてるみたいなのがかっこいいんじゃない。あーね、実は家で呼んでるみたいな。うわ、しもない。まあこれはね、ありがたいことに品切れになりました。あら、俺もグッズさ、作るの初めてだったから、うん、流れが知りたくてグッズを作るときに、うん、結構大変だった。でもまあ、さっちゃんのグッズで売れたんでしょ。さっちゃん、うん、さっちゃ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 ん、ツインテールのさっちゃん。これもうめんどくさい流れできたよ、もう。配信上でやったからあると思って。いい曲だね。Q さんはどんな髪型の女の子が好きなの？いろいろあるな。いろいろあるんだ。じゃあ、え、身長は？
自分よりちょい高いぐらい。あ、長い方がいいんだ。自分がさ、知的じゃん。知的系じゃん。どこが知的系なんすか？いや、自分だけ知的系じゃん、高知で。いや、まあ、それね、職がね、うん、そうそうそう、そうね、そうね。クビになったけどね。めちゃめちゃ毎回言うの、マザーが。だから自分で言うから広めといてあげようと思って。同じぐらいやったら。同じぐらい、ちょうど同じぐらいの素敵レベル。いやでも Q さんって結構むっつり顔だよね。むっつり顔だね。いやそれはそうだよ、まあね、それはそうだよ。もう声もね、結構むっつり顔だ、うん、ド変態顔してるね。変態顔すごいね、すごいだろうね。レイコー出てる。いやいや、もうコーチやめたから仲いいんだなと思って2人が、マザさんと。確かに、いつからの試合、いつからってもうバロスから。ああ、そうなんバロなんだ。俺は一方的に知ってたけど、Q さんがオーバーウォッチでプロ活動してるときに YouTube チャンネル上げてたのよ、うん、俺がラインハルトを買って、うん、目の前のディーバにアースシャッターを打って普通に避けられた、うん、で、ごめんなさいって言ったら Q さんが下打ちしてた。前尖ってたよな。尖ってた、尖ってた、すごい尖ってたね。俺もね、あんのよ、そういうエピソード。 Q さん、あ、本当ですか。一回スクリーンの助っ人来てもらったことあるんだけど、うん、ちょっと怖かったね。ビクビクしてた。どんな感じで怖かったの？いや、なんか当時やっぱイメージ有名だったから怖いね、その筋で。うん、筋で、うわスクリームスケット呼んだら品定めされそうって言われた後から。おぼっちはどっちも尖してたかもしれない。それは単純若さで。それは若さ。確かにバロの時に俺が321の3で食出すってのは分かんなかった。俺のじゃないですかそれ。いや、だいぶ前にやってる。あ、そういうこと。そう、びっくりして言葉出なかった。ガチ引き。メジナうまいっすね。メジナうまいっすよ。コリコリしてる皮目が。俺もメジナ食いたい。なるさん、俺ちゃんと挨拶したことねえんだよな。してもらっちゃう。あ、うん、これあるな。なんで今マウント取られたの俺。マウント取った。それはさすがに卑屈すぎない。あ、そうか。サバゲーかな。うん、いや、そのさ、サバゲーの時多分俺もいたの、うん、けど俺ラルサイって知らなくて。あ、そうなんだ。俺気づいてたよ、うん、言ってくれればいいのに。いや、マウントじゃないよ今のは。あの時はちょっと話しかけづらかったよね、その、うん、こっちが配信俺ら配信してたから。配信しててね、そのお忍びの可能性あったから、うん、機会あったら配信者だけでサバゲーとかも、ね、俺も行ってみたい。行ったら面白そうなんだよね。やったことない。相手がやっぱね、知り合いだと面白いよ。そうね、知り合い打てるから。でも、まあ、かなり悪い予感はしてるね、サバゲーで。ここはおっぽ相当打たれるだろうね。VDK がいたらもうダメだろうね。余分に相当打たれると思う。なんか多分普通に怒られることすると思う、VDK。 なんかスタさんだよね、角谷さん勝手にして。え、そんなことない。え、そんなにしちゃちゃちゃ。え、勝手にしてそれを笹がめっちゃ。しょうがない、だって最悪すぎるやん。下田に回す。確かなんか角谷さんが撮影しててなんかアングル的にしゃがんでるみたいな感じだったんだけど、俺はそれを土のう代わりにして。で、しかも打ってこなかったら俺も打たないんだけど、壁にしながら打ってくる。打ち返すしかないじゃん。終わってるマジでかわいそすぎる。もう俺もしょうがなく引いたよね時は。もう行かない。まあ最近行ってないね。カートもさ2人行ったの、うん、カート面白かったね。カートめっちゃ面白かった。カートね、マジ隣の車とぶつかったら肘とか当たっちゃいそうじゃない？カート？飛び出ちゃってて、こうやってぶつかったりしない。あ、しない？レースとか、まあ、一応なんかやるけど基本的に大丈夫、タイムアタックだから。え、ぶつかった？いや俺ぶつかろうとしてぶつかったじゃん。誰にぶつかったの？え、だからその初めて行った時にライン取り分かんなくて、どんぐらいハンドル回したらみたいな、キックにボーンって当たってて、わははって笑ったので、それが切り抜かれて、ツイッチの公式にサーキット会話に届いて、そこで叩かれた。そうだね。そこでもやっとして、定期的にさ、クリップ上げてる、上げてますね、上げてるっすね。 あれの、あのツイッチ前にあのカートガチ勢がマジギレしてるやつある。運転させんじゃねえみたいな。まあ怒るは怒るやんな。車もいいよ。食べなきゃ、ちょっと、うん、食べたい。ツーシーターでね。ああ、嘘でしょ、嘘でしょ。なんかさ、部屋でさ、水こぼしたらさ、拭く？それは当たり前だね。どういうことか、どういうことか。水ってさ、俺も水拭かないよね。こぼす量による。あ、そんなまあ、水飲む一口分こぼしたらどうする？拭かない。俺も拭かん。え、これって汚いのか？いや、まあ、汚いっていうか、なんかズボラというズボラ、うん、さすがにみたらし団子土足じゃいかん。マウスパッドの違うんだよ、違うんだよ、置いたんじゃねえんだよ。それ誰、それ誰。
大分人の大分じゃないか。じゃあクリップください。たぬき忍者さんの家に行って、たぬきさんの PC で遊びながら、みたらさんマジおもろいよ。あれ面白いですよね。マジやばいよ、クリップ。誰か貼ってくれ。来てきた、もう早い、もう離れた。もう離れた。じゃあ俺も見たいな。下に見てないとできない。じゃあ俺の配信も貼ってくるんじゃないか。もう行ったんじゃない。来た来た。遊びって懐かしいね。もう置いた後だ、これ。面白い。これ許されていいんだ、こっちは。がないのもおもろいな、てか今見ると俺もう微動だにしてないわ、みんな。ちょっともやばいと思ってない。何言ってんだ、こいつみたいな。なんで置いた。いや、置いたんじゃないんだよね。あのね、ずれちゃった。ずれ、うん、エイムの問題。エイムが悪かった。エイムが悪かった。なんでエイム？エイムが悪かった。トレーみたいなのあるじゃん。で、団子ってさ、本当に綺麗に4つぐらい並んでんじゃん。でその1本を取るじゃん、うん、置くときにエイムミスっただけ笑っちゃうけどね、自分でそんなことエイムの悪ってなるけど、自分でもういけるかな、うどん。いいね、じゃあ俺、よしよし。